こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日発売になりましたユニクロとセオリーのコラボレーションライン、実際にですね朝からお店に行って買ってきましたので、皆さんに早速レビューをしてみたいなというふうに思ってます。このユニクロとセオリーのコラボレーションというのは結構前からやっていたんですが、前回のですね2021年秋冬はメンズの展開がなくてレディースのみだったんですね。そちらを結構男性がうまく着こなしの中に取り入れて結構話題になったコレクションだったかなと思うんですが、今回は待望のメンズラインが発売になりましたので僕自身も楽しみにしていたんですね。セオリーというとデザイン的には結構ベーシックで定番的なものが多いんですね。ただその中にうまくトレンド感だとかモードっぽい感じをですね取り込むのが上手なので、割と僕ら大人世代には似合いやすいコラボレーションかなと思うんですね。他にもユニクロは様々なコラボレーションやってまして、先日動画でもご紹介したマルニとのコラボレーション、これもめちゃくちゃ話題になってるんですが、大人世代が気軽に取り入れやすいのは結構このセオリーとのコラボレーションかなと思います。まあ、使い方によってはカジュアルだけではなくてビジネスカジュアルまで使えるものが多いので、かなり使い勝手がいいコレクションになっていると思いますので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからは実際に購入したものを皆さんにご紹介したいなというふうに思ってます。早速着てるわけなんですが、まず一つ目はこちらのジャケットですね。感動ジャケットということで、これはですね完成度めちゃくちゃ高いなと思いましたね。合わせて2つ目もご紹介したいなと思うんですが、下に履いていますこちら感動パンツですね。2つ合わせて感動セットアップということで、これはですね同価格帯の中では圧倒的なコストパフォーマンスかなと思います。ちなみに価格はですねジャケットがですね7990円税込みですよ。そしてボトムスに関しては3990円ということで1万2000円弱でセットアップが購入できるということで、その価格帯の中では右に出るものはないんじゃないのかなというぐらいよくできているかなというふうに思っています。まあ、感動ジャケット、感動パンツそれぞれですねユニクロの中では定番的な位置づけで、通常のユニクロのラインの中にも存在があるんですが、こちらのセオリーとのコラボレーションモデルになりますと、まずはですねジャケットから見ていただきたいんですが、シルエットが大きく変わっていくんですね。ちょっとモード感とトレンド感のあるセオリーとのコラボレーションということで、サイズ感はあまりタイトなものではなくてあえてボックス型になっていまして、そんなにですねウエストに絞りが効いているようなサイズングではないんですね。このあたりが大げさじゃなくて大人っぽさ、上品さを残しながらのほんのりの加減なので、個人的にはバランスが最高だなと思うんですね。そしてデザインの特徴としてはポケットの付け方が違いまして、こちらはこう斜めのですねジップ式のポケットが付いてるんですね。これがね最大のポイントかなと思います。通常のジャケットっていわゆるですねスーツのような蓋がついていて、この辺りについているポケット、腰ポケットが特徴的かなと思うんですが、そういったものではなくてちょっとモード感のあるジャケットって意外とこのような斜めのジップ式のものが多かったりするんですが、その辺りをしっかりとデザインの中に取り入れてるんですね。ゆったりめのシルエットと斜めのジップというところで、ここにモード感とかトレンド感があるんですが、決してやりすぎていないのでビジネスシーンでもしっかりと使っていただけるというところ、ここがね最大のポイントかなと思います。襟の幅ですね、ラベル幅と呼んだりしますが、ここも太すぎず細すぎずで使い勝手がいいのと、あとは2つボタンでシャープさもあるのでやぼったく見えないんですね。サイズ感に少しゆとりがあって、なおかつ襟の幅が大きかったりだとかデザイン的に凝りすぎたものだとなかなかビジネスシーンでは使いにくいんですが、そのあたりがですねすごくバランスがいいので、大人の男性がオンオフともに使うという意味ではすごくこれはバランスがいいシルエットかなというふうに思っています。でこちらのジャケットなんですが、さまざまな合わせ方ができると思うんですね。例えば今回はですねちょっとカジュアルに使いたいなと思ったので、内側にはですねプリント T シャツを合わせています。皆さん見てください、これ気づいている方もいらっしゃるかなと思うんですが、今日の動画の一番最初から内側に着てるんですね。これがね今日の発売日で一番注目されているものかもしれませんね。ファイナルファンタジーとのコラボレーション T シャツ、これがねすごく良かったんですよ。本当にさまざまなモデルがあるんですが、個人的にはファイナルファンタジー15のモデルですね、
これがね、一番柄としては使い勝手がいいなと思ってるんですね。僕はですね、結構白にこういったプリントがしてある T シャツが大好きで、結構な数コレクションしてるんですが、こういったものをですね、ジャケットの内側に持ってくると程よくアクセントになるので、バランスもいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、結構店内ですね、盛り上がってまして、ファイナルファンタジーの T シャツコーナーは大盛況だったので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思ってます。まあ、こんな形でプリント T シャツ合わせて少しラフに振ってみるのもいいと思いますし、もちろん無地の白 T シャツでもいいと思いますし、あとは僕が動画の中でよくご紹介しているユニクロ U のエアリズムですね、こちらのパープルなんかを内側に持ってきて、少し華やかなアクセントカラーを添えてあげるのも意外とバランスがいいかなと思うので、まあ、カジュアルで使うにも様々なアプローチができます。あとはですね、ちょっと綺麗めに振るという意味では、こういったバンドカラーのストライプシャツですね、これもですね、プラス J の名作のバンドカラーシャツなんですが、こういったものを内側に入れながら少し綺麗な感じに着こなしてもらうのもすごくバランスがいいかなと思うので、1着あれば様々なコーディネートが組めるかなというふうに思ってます。色はですね、ブラックとライトグレーですか、この2色結構迷ったんですね。ただ大人の男性が1組持っておいて間違いがないのはブラックかなと思いますし、まあ、こういった同じようなものを持っている方はライトグレーもすごく良かったんですね。セットアップで用意があるんですが、個人的にはジャケット単体を買ってボトムスはブラックにして、上下でセパレートして使うというスタイリングがめちゃくちゃバランスがいいかなと思います。ですので、ブラック系のセットアップをお持ちの方はライトグレーという選択肢もあるんじゃないのかなというふうに思っています。そしてボトムスですね、この感動パンツということで、これまたね、使い勝手がいいんですね。まあ、通常の感動パンツも大好きで、僕もですね、私物で持っているんですが、シルエットが結構細いんですね。あまりこう今っぽいシルエットというよりは、本当にこうセットアップで使う分に間違いのないようなボトムスになっていまして、細身で足が綺麗に見えるんですね。そういった意味では大人の男性、特に40代以降の男性でスタイルをなるべくよく見せたい方には通常の感動パンツすごく合うかなと思うんですが、ちょっとトレンド感を楽しみたいよねという方には少しタイトに感じるかなと思うんですね。その点、こちらのセオリとのコラボレーションの感動パンツはストレートなんですね。ストンと下に向かって落ちるようなシルエットで、あまり細すぎないんですね。このシルエットが個人的には大好きで、使い勝手がすごくいいんじゃないかなと思います。タイトなものに比べると空気の通り抜けがしやすいので、特にこれから夏なんかに快適なパンツかなというふうに思ってます。で、腰回りはすごくリラックスした感じになってまして、このようにドローコードがついていて、ある程度サイズの調整ができるんですね。僕が履いてるのは164センチ53キロで S サイズなんですが、ちょっとウエストは緩いかなと思います。できれば XS ぐらいのサイズが適正かなと思いますが、まあ、ある程度ドローコードで引っ張ってあげれば履けないことはないかなという感じです。そしてサイドもですね、このようにゴムが入っているので、こういったところも着脱がしやすくて非常に便利かなと思います。通常のスマートアンクルパンツ、僕よくお勧めしてますが、そちらもですね、イージー仕様で腰にはこういったドローコードがついてるんですが、サイドにゴムはついてないので、そういった意味ではこちらの感動パンツがすごく使い勝手がいいかなと思うんですね。まあ、去年もですね、セオリとのコラボの感動パンツありまして、結構人気だったんですが、やっぱりこれはですね、使い勝手もいいので単品でも使うことができるかなと思うので、セットアップの使い方もいいんですが、このボトムスだけでも非常に使い勝手がいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてなんといってもですね、素材の質感ですね、ここは外せないんですが、正直ですね、先日発売されたレディースのセオリのコラボレーションのですね、感動パンツもあるんですが、あちらの素材と同じものなのかなと思っていて、今日は見てみたんですが、よく見ると結構違うんですね。あちらはコットンライクのもので、ちょっと素材の質感が変わるんですが、こちらはウールライクというわけではないんですけども、肌触りも良くてシワにもなりづらいですし、色もですね、ブラックの中でも深みがあるんですね。すごく上品な仕上がりになっているので、個人的にはメンズのこのセットアップの素材の質感の方が断然好きですね。素材は化繊なんですけども、決してチープに見えるわけではなくて、とにかく軽くてストレッチもすごい効いてるんですよ。そういった点でめちゃくちゃ扱いやすいという点も現代的なアプローチなのかなというふうに思ってます。まあ、サイズはともに S サイズで十分かなと思いますが、ボトムスに関してはちょっとワンサイズ下げてもですね、ドローコードだとかサイドにゴムがあるので意外と履きやすいかなと思うので、そのサイズ選びだけですね、ちょっと注意をしながら、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて3点目に購入したのが、今僕が着ているこちらの半袖のオープンカラーシャツですね。
これもですね、決して派手さはないんですけれども、かなり仕上がりが良かったので、ぜひ皆さんにもですねチェックをしていただきたいなというふうに思っています。このようなオープンカラーシャツというのは、メンズの夏の着こなしの中では最近ではですね、割と定番的な立ち位置になっているかなと思うんですね。まあ、夏場に T シャツ1枚っていうのもいいんですけども、どこかカジュアルだなと感じる場合は、こういった襟付きのシャツが1枚あることで結構大人っぽく見えるので、まあ、夏場にももちろん活躍しますし、結構ですね4月後半から5月はですね暑かったりするので、早くも活躍しそうなアイテムかなというふうに思っています。ユニクロの通常ラインでもですね、このようなオープンカラーシャツあるんですね。それまた完成度がめちゃくちゃ高くて、そちらでも全然 OK なんですけども、こちらのセオリーとのコラボレーションモデル、どこが違うのかというと、正直ですねそこまで明確な違いはないかなと思います。デザイン的にはオーソドックスですごく使いやすいんですが、まずはサイジングですね。通常のユニクロのオープンカラーシャツは、僕はですねワンサイズ上げて M とかを着た方がバランスがいいかなと思うんですが、こちらはですね今回 S を選んでいます。 S を選んでも程よくですねゆとりがあって、袖もですね決して長すぎることはないんですが、ゆったりな雰囲気が少しだけ出てるんですね。このやりすぎないトレンド感というのが、個人的にはすごく品がいいなと思っていまして、この1枚は決して派手さはないけども、すごく使いやすいかなと思いますね。素材はコットン 100% なんですが、なんかね質感がすごくいいんですよね。動くと適度な光沢感があって、上品な雰囲気が漂いやすいというところで、素材へのこだわりもすごく感じるような通好みの1枚だと思いますね。普段のユニクロもいいんだけども、ちょっと違ったものを取り入れたいんだよなという方は、このセオリーのオープンカラーシャツは間違いなくバランスがいいと思います。しかも3000を切る値段っていうのはありえないので、ぜひ皆さんもですねこちらチェックしていただければなというふうに思ってます。サイズはですね通常のものを選んでもらっても少しゆとりがあるので、そのままでもいいですが、正直ですね個人的には結構悩みまして、 S にしようかな、 M にしようかなと悩んだんですが、まあ、大人の男性がベーシックのちょっと延長線上に着るのであれば通常サイズでいいと思いますし、もうちょっとトレンド感を出したいというのであればワンサイズ上げてもらっても問題がないかなと思います。 M でも極端に大きいことはなかったので、そちらでも全然いいかなと思うので、ぜひそのあたりは皆さん試着をしながら慎重に検討していただければなと思ってます。でこのオープンカラーシャツなんですが、どのように使おうかなと思ったんですけども、内側には、まあ、これは T シャツが鉄板だと思うんですね。まあ、ベーシックに白無地なんか合わせればまず間違いがないかなと思うんですが、まあ、先ほどもご紹介しましたユニクロ U のエアリズム、今季はこのパープルがすごくいい色なので、こちらを今回内側に着てみました。こういったシャツ自体がベーシックなので、内側に着るものは少しだけアクセントになるようなものを持ってくるとバランスがいいかなと思います。こういった色で遊んでみるのもいいかなと思いますし、あとは白系の T シャツだったらプリントですね、ユニクロの、これもまた後日ご紹介したいなと思いますが、 UT の中でもちょっとこういったアートを取り入れたような綺麗な色合いのプリント、こういったものを内側に差し込んであげるのも程よいアクセントになるのかなと思うので、ぜひですね内側に着る T シャツで少しだけ遊んでみていただければなと思っています。でボトムスなんですが、まあ、先ほどの感動パンツをですね合わせてセットアップのように合わせるのもすごくいいかなと思うんですが、まあ、夏場だとちょっと重たく感じる方もいるかなと思うので、まあ、今回はですねちょっとグレー系のデニムを合わせてみました。上が少しゆったりでボトムスは細身にする、こういったバランスというのはまさに Y シルエットというものなんですけども、これはですね大人の男性には合わせやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思ってます。通常のブルー系のデニムでもいいんですが、おすすめはグレー系のデニムですね。セオリーがですねモノトーンのイメージがあるので、ボトムスもちょっとですねブルー系ではなくてグレー系で合わせてもらうと結構大人っぽく合わせられるのかなというふうに思っています。派手さはないんですけども、3000円でここまで上品なオープンカラーシャツってなかなか手に入らないと思うので、ぜひ皆さんもゲットしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では、僕がユニクロセオリーのコラボレーションで購入した3点を皆さんにご紹介させていただきました。ここで一つですね残念なお知らせがあるんですね。本来であればもう1点ですね、ぜひ皆さんにご紹介したいアイテムがあったんですね。それが感動シャツジャケットのライトグレーなんですよ。これを僕は楽しみにしていったんですが、店頭を見てもあれなくないかっていうところで散々探してなかったんですね。で店員さんに聞いたところ、入荷にちょっと遅れが出ているようで、皆さんの近くの店舗でもまだないよという方もですね少なくないかなと思います。これはですね後日実物が手に入ったタイミングで別で皆さんにご紹介したいなと思ってますので、そちらはまた後日のお楽しみにできればなというふうに思ってます。ただここで一つ朗報がありまして、この後8時からですね僕はユニクロライブステーションに参加するんですね。
そこでひょっとしたら実物をご紹介することができるかなと思ってるんですね。ただちょっとギリギリまでそこはですね確定ではないので、確かではないんですけども、そちらで実物を紹介できるかどうか、ぜひ皆さんもですね楽しみにしていただければなというふうに思ってます。ユニコーライブステーション8時からスタートしますので、ぜひ皆さんもですね気軽にコメント書き込んでいただければなというふうに思ってます。ということで今回の動画ではユニクロとセオリーのコラボレーションアイテムを実際に購入してレビューをしてみました。ぜひ今後の買い物の参考にしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。